前たちはレペゼン地球を知っているか。2017年ドームでライブすることを目標に福岡で結成。結成わずか3ヶ月で YSP とかいう鼻くそみたいな楽曲をリリースし大炎上。 YouTube にて過激に過激を重ね、ありとあらゆる卑劣な手段を使い幾多の炎上を繰り返し、日本中を不快にさせ続け、注目を得た伝説のゲス DJ 集団。あまりの破壊力に誰も止めることができず、ついにドームにまでたどり着いてしまった。リーダーの DJ 社長は、俺は世界一ビッグな男になりてえんだよ。その行方は海外へと向いた。名前をキャンディーフォックスに変え世界進出。レペゼン地球の頃とは全く違う戦略。世界が衝撃を受けるような映像と誰もが驚くようなクオリティの作品を出し続けた。その結果、借金5億円。全くと言っていいほど登録者数が増えず、世紀の大失敗。しかし彼らは簡単には諦めなかった。楽曲の権利関係で揉めていたという衝撃の暴露をし、話題性と世間からの慈悲にあやかり、なんと名前をレペゼンフォックスに変更。戦略をレペゼン地球時代に戻し、 SNS をちゃんと活用し世界に風穴を開けると宣言。アメリカのスキットロー、極悪ラッパーとの攻防、 Tinder 生活、薬物中毒者への突撃、さらには初のチーム制を導入。インドネシアチーム、タイチーム、日本チームに分かれるというレペゼン史上初の作戦に切り替え、衝撃の1年間毎日更新を発表。その結果、借金10億円、再生数激減。ついにオワコン化した DJ 集団レペゼンフォックス。何度炎上してもついてきてくれた寛大なファンでさえ離れていってしまった。こんな時代にレペゼンメンバーを取った行動は緊急帰国、ブレイキングダウン参戦、ガーシー突撃、ホリエモン対談、大悟とバトル、令和の虎志願、 XOXO 大ブレイク、ホールツアーを開催、ガル同盟を結び、延長万博を開催、天岐阜おみくじでお金を配りまくり、24時間生配信を成功させ、チャンネル登録者数は無事400万人を突破。日本全土が感動するほどの会心の復活劇を成し遂げたレペゼンであった。 YouTuber としてのレペゼンはもう終わった。2023年アーティストになったレペゼンフォックスのライブが今始まる。
ャニーズ聞いてろ。気に食わねえけど気になってんだ。男子も一緒に踊りましょう。音楽業界、メディア業界、嘘だろうがい、はみこる状態、世代交代、知ってちょうだい。